どうも、コンパスと申します。よろしくお願いします。お願いいたします。今回はですね、うん、岐阜県民謡のおばばでございますけどね。おばば。おばば。誰？誰ですか？うん、いや、あの誰とかじゃなくて、うん、あの曲名だから。あ、え、おばば。あれじゃないの？二軒隣の吉田のおばばじゃないの？誰ですかそれ。で吉田さんちのババよ。お酒が大好きなさ。いや西本さん、全然知らない人の話してるからずっと。近所迷惑かけちゃう人。いや近所迷惑かけちゃう人じゃなくて。え、いや違う、あの曲名だから。曲名ちょっとね歌わせていただきたいと思いますね。おばばどこ行きゃあるな。どこ行っちゃってんのよ。止めんなよ、ね、止めんなって。お酒飲んで酔っ払ってどっか行っちゃった家族が心配する。どっか行くならちゃんと行く場所言わないよ。吉田さんの話じゃないのよ。違うの。あのおばばっていう曲でそういう歌詞だからね。おばばどこ行きゃあるな、なーなー、おばばどこ行きゃあるな。どこ行っちゃってんの。2回も言ってきた。いやいやそう歌詞だ。2回も言ってきた。2回目も出ちゃったから。2回言うのよこれ歌詞で。ちゃんと家の人に言う。家の人に言う。お酒飲んでどっか行っちゃうんだったらもう どこどこに行くよ。もう近所の居酒屋かなんか行ってんじゃないの。吉田さんの話じゃねえんだわ。いや、おばばっていう曲なの聞いて。三条だるさげて。いや、お酒じゃ三条だろ。お酒でしょ。そうなんだけど。家で飲んでんのじゃあ。お店じゃなくて家で飲んでるってこと。いや、そういうことじゃないよ。これ祝いで持っていくって意味があるのよ。持ってっちゃってんの。そうそうそう。そらばえヒュルヒュルヒュル。酔っ払ってんじゃねえか。ヒュルヒュルヒュル。いや、そんなじゃない。酔っ払ってんじゃねえか。酔っ払ってる音じゃないんだよ。ちょっと西本さん、吉田さんの話じゃないの。おばばは、まあそんな吉田さんのおばばって人いないんですけどね。何そのちょっと怖い話。岐阜県民謡おばば。おばばどこ行きゃあるな、なーなー、おばばどこ行きゃあるな、三条だる下げてそらばえ、ヒュルヒュルヒュヒュルヒュルヒュ、嫁の在所へな、なーなー、嫁の在所へな、ささまご抱きにそらばえ、ヒュルヒュルヒュヒュルヒュルヒュ、どうもありがとうございました。